皆さんこんにちは。囲碁が大好きなカラステングのクーロンです。今回の囲碁資料室は日本初の内語集五連記を紹介します。慶安5年、日本囲碁界において画期的な五経が刊行されます。五連記は京都の版元久住久左衛門が刊行した囲碁の印刷物で、現存するものとしては慶長12年に刊行された本因坊三佐の本因坊五経、寛永年間に作成されたと言われる幕府刊行の伝言五経に次ぐもの、内語集としては日本初の印刷物となります。研究者の間ではこの3つを日本の囲碁三大古典出版物と言っている方もあります。なお本因坊五経、伝言五経が限られた人に配布されたのに対し、五連記は誰でも購入できた本であり、元禄年間に刊行された書籍の目録によると価格は4文目6部となっていますから、年代によって異なるものの今の金額で6から7千円といったところでしょうか。ちなみに名称を変えて再版されたものではなく、五連記の名称で刊行された本は現在はほとんど入手困難なため30万円くらいで取引されているものもあります。作者の久住久左衛門については詳しい経歴はわかりませんが、五連記では安井三知の29局に次ぐ24局が掲載されていて、打ち手、作者、版元を兼ねていたことがわかります。六音寺の十字から相国寺第95世となった法輪上将の日記、革命記に、明暦3年6月26日、上将が安井三知ら安井家一門と、久住久左衛門を招いて、碁会を開いたとの記述があることから、久左衛門は安井家と親しい関係だったのかもしれません。五連記は、全2巻の構成で、冒頭は、守備大臣日当説話を収録。40名の対局者により90局が掲載されているほか、詰碁が19題掲載されていますが、回答図はありません。収録された棋譜は、久住自身が相当の打ち手ということから、久住が活躍した時代のものが中心で、それに、三皿過去の棋譜が盛り込まれています。対局は、もともと、戦、または互い戦で、白戦としていましたが、室町時代に黒戦とするように改められています。しかし、五連記には、白戦の棋譜が25局収録されていて、江戸時代初期には、変更されたことが十分浸透していなかったと思われます。また、五連記では、対局年月日や対局者の名字が記載されていないものが多く、未熟な点が見られますが、内語集というジャンルが成熟していく過程がわかる貴重な資料とも言えます。江戸時代、記録向上のバイブルとして版木を作り直すなど繰り返し刊行されてきた五連記ですが、明治以降は秀作流布石の流行により顧みられることがなくなったそうです。五連記の具体的内容については別の機会に紹介したいと思います。